そう、ソフトバンク和田剛、今はボーナスステージ。本当に球団が40歳までよくやらせてくれたなと思います。2月には43歳になりますが、自分の中では今はボーナスステージだと思っているんです。だから2024年はボーナスステージ3。あとどれくらいこのボーナスステージがあるのかわからないですが、どこまでやれるのか挑戦していきたいと思っています。マジで言ってて草。舐めたこと言ってんな今しめだわ。もう何を言っても白けムードになってしまう選手。人を盾にできる立場なら楽しいわな。買いのから野球の楽しさを奪ったくせに。終身名誉人的保障候補。今日の遠積は偉い、和田はクズ。そんな楽しみを奪おうとした西武は許せないよな。そのステージ維持するのに生贄になった人いるよね。後輩を七に送る気分はどうなんだよ。せっかくのボーナスステージをクリアをハードモードにされるところだったもんな。言わせの金と違って才能を渡しちゃったからずっと言われるなこいつ。これが人格者。ワッチサーちゃんぽんでマスコミ押さえつけても自分からペラペラ喋ってたら意味ないじゃん。才能に向かって言ってみろそのセリフ。性格ワップ。後輩にハードモードを押し付けてる模様。それを今言うか、どこが人格者なのよ。もう何も喋らないでおとなしくしてた方がいいよ。今は余計なこと言わん方がええんとちゃうか。そら人的保障拒否できるんだからボーナスステージやな。和田は成人倍、オートにたものを感じる。こいつサイコパスの素質あるわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。